サエさんとエリカさんのスペシャルコーナーをお届けします。みんなでタイトルコールいきます。せーの、サクラセレーナ、サエと石橋バイオレット、エリカが最後に歌いたい N0 の歌ベスト3。このコーナーではお二人のこれまでの功績をたたえて、サエさんとエリカさんが最後に歌いたい N0 の歌を3曲ずつ発表させていただきます。それでは早速、じゃあ大丈夫ですかね。はい、はい、それではいきます。まずエリカさんの第3位。第3位は虐待ゼロ SOS に気づいてです。おお、この曲を3位に選ばれた理由は何なんでしょうか。はい、 N0 はそのグループ名のごとくゼロシリーズという曲を結構歌ってるんですけれども、そのゼロシリーズが私は結構好きで、中でもメッセージ性があって曲調が好きな曲なので、この曲を3位に選びました。ありがとうございます。なのでぜひ歌詞にも注目して聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。虐待ゼロ SOS に気づいて。それではじゃじゃん行きましょう。続いてはさくらせれなさえが最後に歌いたい N0 の歌第3位。第3位はブルースカイブルーです。おお、この曲を選んだ理由はどんなところになるでしょうか。曲調も好きなんですけど、あのブルースカイブルー4人だとこの真ん中の2人がいっぱい歌える歌割りになってて、私が姉さんとずっと今あの受けてから今までずっと一緒にやってきたので、同期で最後にいっぱい歌いたいなと思ったのでこの歌にしました。それでは聴いてください。ブルースカイブルー。
けど今